Venga, pues vamos a rescatar a Casca. Y o sea, tenemos un evento nuevo de Partners Recollection 5.突然法王朝への帰還命令が下った。バンディミオン家が手を回したものだった。告げ口したな、父上に。知っているぞ。お前が私の行動を逐一本家に報告していること、私が危機として邪教とども借り集め家計にかけているとでも書き送ったのだろう。父上の命か。だろうな、心配性の父上のことだ。お前も当主には逆らえまいしな。はあ。だが忘れるな。お前の主は私だ。お前は誓った。私に剣を捧げると。お前の主はこの私ただ一人だけだ。はい。憎いか。私が。ああ。憎むなんて。いい。忘れろ。私は未だ、囚われていた。Pues vamos, esta vez ya sigue a la misión. Supongo que ya es rescatar a Casca.Y es la batalla y el capítulo de Inquisidor Mozgus. Sate, oppashimeru ka. ことです。ファルネーゼ殿、これでこのアルビオンに救う邪教とはほぼ全て捕らえたと言って過言ではないでしょう。いいえ、神のお導きです。トゥユー、この娘、黒い剣士が救い出しに来た。黒い剣士と関わりを持つ邪教の巫女ですか。どうやらこの娘に関しては特別詳しく取り調べる必要がありそうですね。いやうひょー、間近で見るとどでけえな。こりゃジーンってより城塞だぜ。なんだこの気配は。首筋にジグジグ来やがる。死とか、いやもっと異様な。やべえ。あの塔にキャスカが。俺が中から開けてやるぜ。何としても挽回すんだ。また烙印に引かれてきやがったか。
キャスカの姉ちゃんを探しに行くぜ。獣、なんだこれは。うんぬん、チョコ財が魔女め。モズグス様、お下がりください。恐れることはありません。今こそ我らの信仰が試される時です。我らは神に救いを求める口を持ちません。信仰とは全てを要求するもの。あえてこの試練を喜んでこの身を捧げましょう。悔い改めよ、亡者ども。信仰とは死ぬことと見つけたり。かかってきなさい。私は何者の挑戦でも受け。奇跡を見たり。おお、これこそ神のご意志。この力を持て、皆を導けと。この魔女こそはアルビオンにはびこりし邪悪の元凶。この者を家計に処すことによって神の勝利を民衆に示すことこそ我が使命。やだ、死にたくない。俺の連れはどこだ、答えろ。いるはずがない、ありえない、こんなもの。くそ、頭が停止してやがる。
かは礼拝堂に連れて行かれたんだ。なんだあの小さな生物は。おい、あんたも好きにしろ。ただし邪魔するなら切る。こいつらまやかしなんかじゃない。誰か助けて。なんだ、なんなのだこれは。その黒い剣士が現れると壊れていく。私の見知った世界が音を立てて崩れていく。しもべたちよ、恐れることはありません。邪教の者どもがいかなる超常の技を用いようとも、その信仰に一点の曇りなくば、神は必ずあの力を打ち破るべく奇跡をお示しになります。ご覧なさいこの姿を。これこそ神の力の権限、邪悪を払う浜の翼なり。天使、我らが守護天使モズグス様。これよりこの聖地にはびこりし邪悪の元凶であるこの魔女の家系を執り行い、この忌まわしき怪異に終止符を打ちます。おう、早くしろ、焼いちまえ。やれ、あの女を焼けば助かるぞ。あなたが話に聞く黒い剣士ですか。モズグス様、ここは私たちにお任せください。何の真似か知りませんが、この魔女を渡すわけにはいきません。神の正義の名において、神に弓引く愚か者よ、その罪、その血をもってあがなっていただきましょう。さあ、キャスカを返してもらう。自信。うわあ、大物だ！総員退避、塔から離れろ。you
この聖地にはびこりし邪悪の元凶である。この魔女に処刑を執り行い、この女は俺がいただくぜ。ありません。神を恐れぬ愚か者よ、天罰敵面。あなたがどれほどその邪悪なる力を振るおうと無駄なこと。経典をこの身にいただく以上、忌むべき力で我が肉体を傷つけることは叶いません。なんて野郎だ。力は死と並み、タフさは下手すりゃそれ以上だ。神の皆の花と邪悪なる魔女一人と引き換えに何千何万の信者の命が奪われても構わぬと、そういうのですか。ふざけるな。何千何万人が揃いも揃って女一人にすがりついてんじゃねえ。祈りこそは信仰そのもの。祈り、そして全てを神に委ねる。それこそが信仰の本質。祈りを知らぬ傲慢なる者よ、悔い改めよ。神を恐れぬか。あくまで我が任務を阻むつもりか。神様にごまがすりたけりゃ、てめえの頭かち割って貢ぎ物にでもしやがれ。もうキャスカには指一本触れさせん。おお、神よ、我今より身元に参ります。しかしせめてこの神敵を道連れに、我最後の命の炎で邪悪を焼き尽くさん。遠慮するぜ。いや、飛んできやがれ。もう少し、あとわずかで私の命も尽きる。その時こそが、せめて最後は頂から私の世界が滅びゆく様を見つめて
私にとって見上げ続け、見下ろすだけだったこの世界。もういい。終わらせてくれ。この赤子は、これは、肉の体ではあるが、ただの人間ではない。力尽き死にかけているのか。お前も私と同じか。異形の赤子よ。共に行こう。せめて、私の中の新しき世界をゆりかごに、夢を見るがいい。求めし者は来たれり。俺の目の前に現れたあいつは魔物ではなく人の姿をしていた。まるであの頃からそのまま抜け出してきたかのように。俺はあいつを目にした一瞬殺意を忘れていた。
それが許せねえ。当てどない旅だった。どこにいるかもわからないあいつの影を追って、資料どもをかき分けさまよってきた。だが今、あいつは俺と同じ世界にいる。俺が踏みしめる同じ大地に、俺の剣の届く先に。戻ったぜ。おい、ルア！カッツ、ヤスカお姉ちゃん。これからどうするの？みんなで一緒に暮らそうよ、ここで。そうだな。本当に約束だよ。いいんかね、そんな安請け合いしちゃって。あ、そういえば今お客さんが来てるんだ。なんでもリッケルトの古い知り合いなんだって。リッケルトの兵隊だった頃のお友達だって言ってたから、ガッツも知ってる人じゃないかな。白銀の長い髪で、男の人とは思えないほど、すっごく綺麗な人だったよ。なんだかまるで、おとぎ話の中の人みたいな。